どうも、翔平です。またエイリアンアイソレーションの続きやっていきたいと思います。もうちょっとで終わりなんじゃないの？結構終盤までいったけど、よいしょ。あれ、急にユタニが出てきたよ。シグソンじゃなくて、さっきまでトゥゲザートゥモローとか言ってたのにね。ユタニさんが買い取ったのかな、シグソンから。で、それが知らされてない状態。ここはコア？この球体が埋まってる下みたいだけど、あ、まだ下があるのね。はいよ。それで、よいしょ。これは一体どういう施設？リアクターって言ってるんで、なんか核のなんか、なんて言うんだろう。核燃料を使ったあれがあるのかな。アポロプライマリーインタラクションログ、2137年の11月11日、クラスがヒューマンインタラクション、リクエストフォーダインターコーポレートメッセージ、メッセージングレシーブド、アウトゴーインメッセージトゥユタニリプレゼンテイティブアセプティドエンドモニター。とこれは人間のコンタクトがあったってことですね。はー、なんかメッセージを受け取ったって書いてありますね。アウトゴーイングメッセージとユタニ、ね、ウェイランドユタニの会社のリプレゼンテーティブ代表にね、あ、でアセプトされて、それは監視されてるってこと。マーシャル、コロニアルマーシャルインシデントリポート、テンポラリーエマージェンシーメジャーズイニシエイトのサンクリストバルメディカルファシリティで、なんかエマージェンシーメジャーっていうのは緊急対処法みたいのが発動されてますって。エクスターナルインタラクション、パーチェイスオーダーレシーブ、購入の命令が受け取られました。ウェイランドユタニオペレーショナルルールセット、やっぱりウェイランドユタニに買い取られたみたいですね。スペディング、いつランサムだ。ランサムってのは誰だっけ。ここの偉い、シムソンの偉い人だよね。じゃあスペディングに命令をしてたってこと。 With Yutani buyout, it's more important than ever than the flight recorder handover goes without hitch. なんていうの、そのフライトレコーダーを渡す以上にインポータントだ、バイアウトが。なんどういうこと、そういうこと。ユタニに売り払うときには、あ、なるほど。ユタに売り払うバーターとして、買い取るバーターとしてフライトレコーダーが必要だって、ね、受け渡しが必要だって言ってますね。ゼビローレベル X エグゼクティブズってことか。And one knows Jack about the buyout。 なるほど。バイアウトについては知られたくないので、あんまり、本当に極めて少ない人数の人が知られて、にしか知られてないってことね。Rumor about the disappearing people problem。もし彼らが、なんていうのかな、人がいなくなった問題についてね、その失踪事件についての噂を聞き、耳にすれば、well, I don't want to lock the boat。 なるほど。この件をね、なんていうのかな、慎重に進めたいっていうか、まあ、順風満帆に進めたいみたいですね、この人は。Just keep everything nice and quiet。 まあ落ち着いて、まあ静かにやりましょうと。なるほど。 We don't want them having second thoughts って書いてありますけど、まあ深く考えさせたくない、まあ考え直させたくないから、人がいなくなってるってことについては知られないようにしましょうってことみたいですね。なるほど。よし。 To engineering、はい、リアクターコアに行けっていうミッションが終わり。ふう、じゃあちょっと一回ここで切ります。さあ、手戻ってきました。なんか新しいことあったか。アポロがユタニープロトコル、ユタニーのね、命令によって動いてるようなのよって。でもね、シグソンは売ったのね、ここ。はあ、なんかリアクターに問題があって、ロックダウンを解除できないのみたいな感じ。あなたもカンパニー、その会社出身なんだろうって。だけどリカルド、
私はただのちっちゃいハエなのよって言って、みんなそうだったのって。だからちっちゃいハエってことは何もできないってことですね。要するにイニシインベスティゲートセントラルリアクター。おうおう、なんかいないみたいだよ、なんか誰も。あ、いた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 。あれ目赤い？うわ、なんかすげえいっぱいいるんだけど。ちょっとまあもういいんじゃないの。ちょっともうエイリアンと戦わせてよ。あそこに1000ポイントがある。ちょっと待って、なんかドアが急に開いて出てきたら嫌なので。うわー、こいつら強いんですよね。でも目が白いぞ。なんだ、ここは行けないのか。あれ、行けないぞ。なんかあるね。これはレコードチーフだ。これはランさんかな。なんか変なことが起こってるって。誰かね、助けてくれる人を見つけたんだけど。あー、誰かね、それを設定しに行ったんだけど出てこないんだ。全てのドアがロックされてる。何すればいいか分かんないよって言ってますね。はあ、ちょっと、またダイナモ？ダイナモ発電機？リストアパー？分かった分かった。じゃあこれからやらなきゃいけないね、やっぱり。多分これでパワーを上げて、よいしょ。これでパワーを上げましてですよ。パワーがこっち側に行って、何のためのダイナモ発電機だよ、これ。ジェネレーターにパワーを送らないとパワーができないって、なんかどういうシステムなの発電機に電源が必要みたいですね、この世界では。OK、OK、はい。電気がないところに電気を送るための発電機なんじゃないのおっと、危ない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 。よし。なんか、揺れてますけど。ワークショップね。じゃあここでとりあえずセーブしていきましょう。はい。こっからまたあれですね、多分やつらとの対戦ですけど、多分これも効かないような気がするんだよな。 EMP が効かないのはちょっと予想外でしたね。あいつら倒すには爆発物で対応しないといけないと思うんですけど、モトロフもないし。あ、モトロフ作れるわ。作っておきますね。よいしょ。あんだけ武器を渡した理由が今分かったよ。この戦いに備えろってことだったのね。EMP マインは何の効果もないみたいなんで、フラッシュバンも効果がなかったですね。ノイズメーカーは見つかった後使っても何の意味もないし、状況はあんまり変わらないですね。モトロフが2個あれば倒せるかもしれないという。ここはアクセスリワイヤーで変えるのかな。あれ？これなんだこれ？これ宇宙船じゃないの？あそこにあった。あ、違うか。なんか微妙に動いてるのはなんで？なんかこの船自体動いてるのかな？大丈夫なの？なんか音楽が。ちょっと待って待って、なんか気づかれたみたいだぞ、誰かに。こういう狭いところで戦いたくないって言ったじゃん。てかこいつあれじゃん。ちょっと待って待って待って、こいつはあれだから取っとこう。スタンバトンに切り替えて来い。よいしょ。あー、避けられた避けられたちょっと待ってよ、お前避けるなんてひどいじゃないか。この野郎、この野郎、食材の真似をしよってからに。よしよし、はい、オッケー。はあ、一匹倒すのにこの騒ぎですよ。よいしょ。とりあえず回復して、
あの防護服着たやつには効かないみたいなので、 EMP 系はね、あのゴムみたいなやつが多分影響してるんですかね。燃やせばいけると思ったんだけど燃えないみたいなんですよね。ちゃんと音楽が変わってくれるんで、バレたっていうのは分かるからいいですね。でもね、ベントがある、なんか、あ、地図ね。ちょっと、ベントに行く前にだよ、なんかアイテムがあったよ。センサー、ちょっと待ってね。ここは一体どこに繋がってる？隣のお部屋に繋がってるだけで、行かなきゃいけないのは向こう側なんですよね。ここは閉じられてるでしょ。この弁当の中にいるとレーダーが起動しないっていうのもよくわかんないけど、なんでなのか。おおおおおお、まあ厳重な警戒ですこと。これと向こうから入れないの？向こうから入れなさそうだね。あ、ちょっとやってしまったみたい。あれ？こっちから入れんじゃん。何も来ないみたい。さっきの一体に気づかれるだけか。何これ？ユーズ。なんか改造系？イオンフレームアベラブ。あー、トーチがイオンになったのね。コレクトコンパウンドない。今さら隠れるとことかね、もらってもね、作ってもらってもあんまり役に立たないような気がするんだけど。ここにはアイテムはない。あった、ん、あった、フレアね。カメラはさ、これどこにアクセスリワイヤーあるんだろう。ないのかな。当たってんだか当たってないんだかよくわからないというね。またまだいるだろうな、間違いなく。あの防護服が出てこないやつ、あ、防護服を着てないやつだったらいいんですけど、倒しやすいんでね。アクセスリワイヤーはないぞ。あれ、でも行き止まりだな。なんか弁当があるみたい。これか、イオントーチ。ついにここであるわけですね。ここで使っていくわけですね。もうこれも武器にして戦いたいですね。あのアンドロイドの首をチョンパできそうな。カットパネルインエマージェンシー。なるほど、緊急時にはこのパネルを開けてください。おお、重そうだね随分。緊急時に開けてくださいって言ってもね。また真っ暗だよこれ。もうここで何の役にも立たないフレアを使っていきますか。それで次の部屋に行く感じかな。でも目的地とは反対方向に進んでるんですけどね。よいしょ、セーブポイントがあって、あそこに人いない？ちょっと、とりあえずセーブ。いや、ピッコピッコ行ってるよ。ちょっと早く早く早くしようぜ、とりあえず。 OKOKOK。 で、何体いるかが問題だよね。あそこにいるのは絶対敵だよね。こっち側に反応はないね。とりあえずあいつ倒すか。じゃあおいで。あ、2体いる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 けど服着てないから EMP でなんとかできるはず。とりあえずあいつに発見されて、来いよ来いよ来いよ。 OK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 。
で、まずこいつを倒す。また避けられた。ちょっと避けんのやめろよお前。その微妙な動きでさ、もう気づかれちゃったじゃん。もう、あ、気づかれてない。もう行ってんの。オッケーオッケー、ほらほらほら、オッケー。なんだなんだなんだ、なんて言った今。もう一体いただろう、どっかに。サーチ。倒してもしけたアイテムしか持ってないからね、この人たち。ちょっとまずあいつを倒してからにしよう。もう一体いたはずなんだけど、どこ消えてったのかな。ドアロックという。なんか使えない、ん？パワーレベルが2ローだって。ってことはまたこのダイナモ発言機で、デバイスインバリッド。パワーが足りないから発電機が動かせないって、何のための発言機だよっていう話だけどね。これをつければいいのかな。またなんか作れそうだね。パイプボム作れない、作れない。作れないんかい。センサーと、一応使えるものは使っておこうか。よいしょ。ん？これは何もないのか。メディキットも作れないと。OK。じゃあこれで上げてですよ。よいしょ。じゃ次は、これは何なの、これ。ヘリコプター的な感じのやつ。なんかジェットエンジンみたいなのがついてるけど。で、これを動かすんでしょ、多分。なんか、まだパワー上がってない。ああ、分かった。じゃあ、このダイナモ発電機を一個ずつやっていくわけですね。よいしょ。よし。で、もう一つはどこにあるんだ？そことそこと、その奥？あ、いいよ。手間がかかりますな、この世界は。じゃあ、これでこれが起動できるはず？アクティベート、なんて書いてあるの？わかんない。レンチ。で、ダイナモ発電機をさらに起動する。OK。で、何が起こるの？それが上がっていく。あ、その下に穴があるのね。なるほど。じゃあ、ここで OK かな。その先には進めないもんね、多分ね。ここも切れちゃってますもんね。スタンバトンもやべえな、もう。スタンバトンもなくなったんだ。いや、ついに EMP マインで反撃するしかなくなったのか。あんだけあったんだけどな。あ、ここじゃないのか。こっちか。大丈夫なんかい、これ。よいしょ。いや、見えないよ、ちょっと。なくなったみたいだね。ちょ、どっちに行けばいいの？全然見えないから分かんない。こっちね。ごめんなさい、暗くて。あ、そうだ、モロトフに帰ろう。ちょっと明かりが。ほのかに、あ、ちょっと原始的だけど。若干ながら視界は確保できる。ここでまだ、彼らと戦闘はしてないんでね。ん？あ、はしごね。はい、OK。よいしょ。さて。これでどこに行けばいいんだ？
なんか向こうに行けっつってんだけどね、ぐるーっと回っていく感じなんだ、これ多分。で、ここが何なの？ここはさっきのとこに繋がる。あ、イオントーチ。なんか繋げられるみたいですね。繋げておきましょうか。あ、いやいやいや、すごいスピードで。もっと分厚い壁を切れるようになったってことですね。ユーズレバー。はい。じゃあ開けときます。あ、ここをね、あ、なるほど、了解了解。じゃあ帰り道は確保できた。一応 EMP に変えておきますね。セーブポイントがあります。死んでいきます。なんだかんだ言って死んでないけどね。まあそのうち死にますから安心してみてください。はい、いたいたいた。うわうわちょっとどうしようかな、どうしようかな。アンロックだ、シャッターだって。やっぱりあいつらとは戦わないといけないのかな。武器を取られてしまうというね。あ、あいつらどっか行っちゃったんだ多分。リアクターアクセスだから原子炉入り口って書いてあるね。大丈夫なのかな。あ、いるやん。しかも超強いやつがいる。やべ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 。ストレンジじゃねえよお前本当に。どうしようどうしようかな。パイプオムもないし、あいつにどうやって戦えばいいんだ。ノイズメーカーでなんとかする？でもなんかこっちからしか行けないみたいな、倒さないといけないのかな。来た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 。こっちに投げて。出てきた出てきた出てきた。オッケー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 。ちょっと待って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 、もうアイテム拾ってる余裕ない。オッケー、もう一匹いたら終わりなんだけどね。あ、なんかボルトガンだって。なんかこれならダメージが与えられるはずだって言ってますね。一発しか想定できないから、まずあいつ倒してみようか。ちょっと見つかった見つかった見つかった。これを、ああ、こうやってチャージして使うんだ。あら、あ、よかったよかったなんか殴っただけなのね。 OK、 ヘッドショットをすれば一発で倒せるらしい。ショットガンシールが手に入ったってことは、また武器がどっかで出てくるのかな。 This should work っていう実績が解除された。ボルトガンってこれただボルトを発射するだけなんじゃないの、あの工具の。これアイテム？アイテムだね。こういうの見えづらいですね。もうちょっとキラキラずっと光っててほしい。またかわいいかわいい人形を置いてあって、ホールドトゥハイド。最近隠れなくなりましたね。でもね、あ、うわ、すごくなってる。この死体だったのねコレクト ID タグ。じゃあこれとりあえず聞きますか。よし。Chief, I'm heading down to the reactor maintenance now as I requested. ということで、隊長、リアクターメンテナンス室に今降りていきますって言って、リクエスト、まあ、命令された通りにって。I have looked the shutters behind me. The code you will need is 6832 だそうです。パワーデリバリー。この人、チーフだな、誰なんだろうね。We need to, we need you down in reactor. あ、この人の、あ、これがオーダーね。フロアーズっていう人。I've got reports that are localized, blown out all over the station.
I know it's going to the hell on the station, but I can't see anything up here that would be compromising a power delivery. Can you run the full system check down there? ということで、システムチェックを行いに行ったみたいですね。If you're still there, find somewhere safe and wait. フロアーズっていう人に言ってますね。まだそこにいるんだったら安全な場所を探して待ってと。I'm coming down to you. 待って行くからなって言ってますね。サンダーズは死んだ。At least four of other engineers are missing. 4人のね、少なくとも最低4人のエンジニアの人がミッシングだから、多分この人を連れ戻そうとしてた。チーフの人ね。で、そこで寝転がってる死体の人は何なんだろう、誰なんだろうね。なんだっけ、シャッターコード6832、6832、はい、 OK。 でシャッターを上げた。この人がチーフなのかな、それともフロアさんなのかな。とりあえずボルトが、あ、一発一発リロードタイプか。戦えるようになったからいいとしようか。そろそろもう30分になってしまうというね。セーブポイントがあればいいけどね。来たとこにしかなかったって話。じゃあ一回セーブしていきましょうか。そこで終わりにしましょう。よし、じゃあとりあえずセーブしますんで、今回は、この辺りでお別れしましょう。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。